ダメ。今日もりこっち来い。ダメ。ほら。緑似合うね。ありがとう。グリーンの服かわいい。ありがとう。今日も生きてんな。ありがとう。後ろお団子。そう。ハーフアップお団子。今日はハーフアップお団子です。ちょっとあんまり上手にできんかったからあれやけど、こんばんは。今日の髪型もイケてんな。ありがとう。嬉しい。てぬちゃん今日今夜も可愛いな。ありがとう。嬉しい。アミタンと同時配信や。マジ？ちょっと待って。アミやってんの？え、ごめんアミ。ミス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 。てんちゃんこんばんは。昨日のレイニャの生誕感動したね。劇場でお会いできてよかったです。ほんまに感情感動感動しました。感動しました。本当にやば。自分でもするの。そうです、自分でやりました。今日もパンパタのガチガチ探し回ったよ。え、あんだけ見つけて、あんだけまだえ、あれってコンプリートしてるん？あの量は。こんばんは。昨日は昼夜とも劇場で見ました。楽しかったよ。ありがとうございます。来てくださってよかったです。またぜひ来てください。昨日の生誕泣いた。泣きましたよ、もちろん。泣いてしまいました。泣かん予定やったんですけど、そう、泣いちゃいましたね。最前でな生誕見てました。てんなボロ泣きでもらい泣きそうやった。いやもうね、あれはね、てんちゃん呼びってわかったんぐらい。どうやろう。ああやけどさ、てんなちゃんやろ。やろ。どうやろ。こよりもたまにてんちゃんって呼びますね。あみたん猫耳つけてる。かわいい。つけてる。やばい。もう想像しただけでかわいい。やばいね。今日もかわいいって。まだ2回目の訪問だった。2回目か。こんばんは。こんばんは。炭治郎さんこんばんは。いや今日炭治郎じゃないですよ。好きやけど。梅田のヨドバシに時計のガチャたくさんあったでらしいです。皆さんいい情報ですね。回しに行きましょう。ちょっとさっきのミスはもう読みません。読みませんね。かわいい。ありがとう。ぶな読みよった今。誰や漢字で書いてきてるの。内本さん時計持ってたで。そう、プレゼントしましたよ。ダブったんで。小学生みたいなことばです。いやいや、あれはね、もうちょっと普通にミスです。やばやばですわ。昨日声入る前にちゃんとエディオンでガチャ引いたで。ありがとうございます。嬉しい。私の休みと世代交代大公演重ならなくて、ほのぴー生誕以来入れなくて寂しい。それは寂しいですね。今いつか来れるでしょう。昨日の小さい子あやすのに初めてパウパト見たよ。パウパトいいでしょ。ハマるやろ。これ結構ハマるね。てんなちゃんお話うまくて面白くて聞きやすい。めっちゃ美人。そんな褒めても何も出ませんよ。私おしゃべり得意じゃないので。号泣してたやん。ちょっとね、滝のようでしたね。青原姉妹が先に泣いてた。どうなんやろ、どうなんやろな。けど美空も結構序盤で泣いてた気がする。てんな的にコンプリートはできてないよ。時計以外のやつ探しに行ってん。あ、そうなんや。そうなん、コンプリートまだか。じゃあまだ店内には追いついてないね。今日も可愛い。ありがとう。
私はコンプリートしてます。最近姉貴がおしかイメージがない。そんなことないですよね。そんなことないです。キュウキみんなてんちゃんって呼んどる気が。どうなんやろね。あ、けどあやみもてんちゃんかもしれん。こんばんは。ミカの配信とかでイケてんなって呼んでる。なんかそう、なんか皆さんのイメージがイケてんなになってる気がしてて、今そう言われることが多いのでてんななんですけど、あだ名がね。内股さんイケてんなと似てる時計持ってたで。え、そうよ、プレゼントしたからね、私が同じの。こんばんは。てんちゃんてんなちゃんどちらも可愛くてどうしよう。どっちでもいいよ、好きな方呼んでください。こんばんは。てんさん、てんさんはちょっと遠いな、距離が。てんじろう、そう、炭治郎やから、ちょっと言い不満として。はよこっち来て。やだ、なんでこっち来て。勘弁してください。無理無理無理、ごめんなさい。こっち来て。こんばんは、わんこそば、今日もイケてんな、ありがとう。ダジャレいいですね。てんなちゃんお手紙読むの心こもっててよかったよ。マジ、もうあれ全然ちゃんと読めてないと思うねんけどな、泣きすぎてて申し訳なくて。ほんとねえ、早く会いたいんだけど。え、てんなも早く会いたいんですけど、寂しいんだけど会えなくてごめんなさい。面白かった、マジよかった。2日間寝た甲斐があったわ。マジで家でも練習してたから、てんな鏡の前で。難しかったよ、けど受けてよかったよ。受けたのかはさておき。シーンってならなくてよかった。昨日のお昼楽しかったです。よかったです。あれ、これはこの色はみそらの、あ、花ちゃんってことはもう確実にみそらのファンの方やね。へいへいさん実は内股らしいです。知ってました、内股さんからの情報やって。いらんこと、ピーホノやね。こんばんは。なあ、言われとったな。天南の自己紹介生で聞くと面白かった。本当ですか、じゃあまた生で聞きに来てくださいね。最近キャッチフレーズの時おーっていうの楽しい。え、ちょっとあれ大待ちなところもありますよね。こんばんは、こんばんは。ガチャでマウント取るな。いやまあね、私に早くいち早く追いつけるのは誰でしょうみたいな感じですね。さっき聖祭の配信にいた天南本物、本物すごい本物でーす。みそら早くから泣いてたな。そう、みそらも結構早くから泣いてたから。こんばんは、こんばんは。泣いた時上向いたら何々星映されるから気ぃつきや。星なんですか。生誕はもらい泣きするよね、やばいですよねほんまに。で、天南の立ってる位置からしてレーニャの顔がちょうど見える位置やったから、でレーニャが泣いてたからもうそんなのかんやんと思ってね。お見送りの時時計に気づいてくれてありがとう。ちなみに2番やった、02番か。いやそら時計は気づきますよ、もちろん。いけてんなって呼ぶメンバーいるん。いや、いないな、さすがにおらんな、多分いないと思います。こんばんは、こんばんは。昨日夜ほのぴーが人間じゃなくて犬くれやって連呼しててめっちゃマジ。え、そう、なんかちゃうねんちゃうねんちゃうねん。まず2個ダブって09番と01がダブって、でアミに、アミがそのあれが好きやから、アミとよく話してそのことについて話すことがあって、でダブったらアミにあげようってずっと決めてたから、その2個がダブってアミにどっちが先欲しい方を聞こうと思って聞いて、ワンちゃんの方を選んだから、じゃあほのび01あげるわってあげたら、もう喜んでたから、犬がいいなみたいな言ってたけど、めっちゃ面白かったよ。みそらちゃん泣くの我慢してるだけなのに怒られたらしいや。そうやったんかな。まあね、
自然現象やからね、涙出るのは。親指がひっくり返るところみたい。これでいいっす。ちょっとなんか固まってきてんねんな。けどこんな感じできてないよ。もっとこうだよ。ノーノー。早くこっち来てよ。なんで？こんばんは。手は大きいですか？わかりません。大きいかな。けどまた来ました、ありがとう。また来てください。また来てくださいっておかしいな。ずっと来てください。コジリン曰くカメラ回ってない時はよく喋ると言っていたね。いや、どうなんですかね。ずっと喋りますけどね。天次郎わらわらわらやってセンス。コヨリンにあげるかと思った時計。なんかね、コヨリンはコヨリンにあげてもいいなと思ったんですけど、その場にいたのがホノピーやって、ホノピーが欲しそうに見てたから、もうじゃあホノピーあげるよってホノピーにあげたんですよ。今日の髪型も好き、かわいい、ありがとう。ハーフアップお団子です。池田さんは、え、呼び方ですか。池田さん、それ近所の人じゃないですか。ちょっと近所すぎません。イケてんな、良きです。良きですか、なら良いです。横浜の握手会テンパりすぎたけど、手間でもの感想言えてよかった。直接言ってもらえることが本当に嬉しくて、その握手会で言ってもらったのも覚えてるし、本当に嬉しかったです。てんちゃんの関西弁が好きです、ありがとうございます。泣いた時上向いたら鼻の穴映されるから気ぃつけや。あ、そういうこと。そうやね、確かに。こんばんは、こんばんは。レイポンいる？レイポンいない、ここにいないね。てんなちゃんこんばんは、んここんばんは。今日は時計してるの？はぁ、あっちもうミスった。ショールームするときは時計の袋持ってこなあかんのに、こういう時に限ってもう皆さん聞いてくるから、その抜き道チェック持ってきた時こそ聞かへんねん。今日はね、モバイルメールの方では私結構いつショールームするとかいう宣伝をしてるんですけど、それで今日私実はけん玉がちょっと得意なんですね。実は誰がいるの？へい、にへい。そうです、へいへいがいますけど映ってくれないんですよ。違います、リッポンじゃないよ。誰かいてるの？そう、ヘイヘイちゃんがいます。テンナさんのファンのコールめっちゃ聞こえてた。ありがたいですよね。本当に嬉しかったです。名前が聞こえる瞬間って本当に嬉しいですから。本当に嬉しいです。レイには直視できた？読んでる時。いや、なんか、こう読んでて、まあ、こっちも読まないといけないから、こう読むじゃないですか。でこうチラチラレイニャの顔を見るとやっぱりどんどんもう涙ができてきそうやったから、途中で見るのやめました。もう本当に感動しちゃって、レイニャママ のお手紙読むのうまかったと思うよ。本当ですか、よかった、嬉しい。こんばんは、こんばんは。でもでもの涙、てんなちゃんすごく迫力あっていい、嬉しい、嬉しいです。本当にありがとうございます。ちょっともうちょっと研究します。内股さんなんか滑ったん？え？滑ったん？シーンってなったのはホノピーあれかな、ソフトクリーム、やばなソフトクリームの時かなめっちゃ面白いんやけど。内股ってほのかちゃんのせいでなんかちょっとこっちにも危機感が覚えて何のことかな、変なこと？あ、無理やで。マナのことって言ったや、今。頑張ってください。ありがとうございます。そうです。味噌合わせです。ですよね。知ってますよ。こんばんは、こんばんは。
ごめんなさいが受けた。本当よかった。こっち来てよ。なんで？手だけ映れるよ。じゃあ来て。横にいて。全然映ってない。あ、ここはここね。ここは映ってる。イエーイ。じゃあ切り切る。こんばんは。めっちゃコメントあれやな。下の方呼んでるね。めっちゃ思ってたよ。グリーンのお洋服も似合いますね。ありがとうございます。しまこさんが今日テンナとキャンプ行きたいってつぶやいてたよ。本当？キャンプ行く？キャンプね。虫苦手やからね。キャンプ好きなんよね。なんか自然な感じが好きやからキャンプは行きたいんやけど、虫さえおらんかったらって感じ。ほんまに。てんちゃんのオンライン話し会のコスプレ楽しみすぎる。楽しみにしてて。あ、作ってくれてありがとう。ほんまに即保存したよ。こんばんは。こんばんは。ほんまに嬉しかった。あの画像、ああいう画像ほんまに憧れ、作ってもらうことに憧れてたからすっごい嬉しかったです。ガチャガチャ見つけたで。909ゲットした。マジ？おめえ。つけてきてね。次見せてください。シンシンが一押し。私の中ですか？そうですね、先輩方の中やったら一押しですね。すごくタイプです。かわいい。ありがとうございます。あ、泣き虫さんや。泣き虫ではないですけどね。自分の生誕の時泣きすぎて大変になりそうやね。そうですね、私も生誕祭を開いてもらえるようにちょっと頑張っていきたいですね。いけん、いけてんな。あの、ごめんなさい。どんな風にしたん？披露していただいて。披露していいのこれ？え、まあ、じゃあセリあのありいました。ごめんなさいですね。これこれですね。やっぱり人が少ないと受けがあまりないんですけど、まあ、あの会場にいた方やったらまあまあバカ受けって感じだったんですけど、もうみんな笑って笑って、うん、笑ってもう受け割れてまうてってみんな言ってました。はい、すごかったね、はい、あれはすごかった。わきわきでした、うん、泣いてた泣いてた。もう笑いすぎてもうしばらくちょっともう行かれへんってみたいな。そんな感じでしたね。余り物だったのね。余り物じゃない、ダブったの。このピアそうやな、アミが選んでやからね。普通に人間出たから追加したら03やったわ。あ、マジ03か。じゃあ両方つけてきてね。次見せてください。てんちゃん感受性豊かなんやな。どうなんだろうね。やっぱりいいな横顔。ありがとう、嬉しい。横向いとこうかな。横顔配信。横顔配信。じゃあコメントを読むや。夜公演で01人間つけてました。ありがとうございます。嬉しい。01人間販売側みたいな。それだ、てんなの商品かなみたいな。ありがとうございます。全然テンナが作ったやつじゃないんやけど。じゃあ、あげるよ。そう、しゃーなしでほのぴーにあげました。それぞれの自己紹介少しずつ変化してきたよね。そうよね、確かに、うん、あの皆さんがあの愛の手を入れてくださるところもどんどん変わってきてて、すごい楽しい感じにどんどんレベルアップしててみんな楽しんでますよ。今日はポーチとマジックバンドをゲットしました。え、ガチャガチャで池田くん。ちょっとそれはあの先生の呼び方やから、えくんって呼ばれてるてなさんやけど。あ、なんやけど、あの昔とかやったらさ、ねねくん、ねねくんって呼ぶやん。いと、いと、にへくん。マジでにへくんやば。にへくん面白い。やば、にへじゃない。もうダメだよ。服いけてんな、ありがとう。変な先輩にグイグイいけると思うねんけどな。え、全然全然
全然です。池田さんちのてんちゃん、それもう、あーこれ言って、あたしんちみたいや言って持ってねあ、またほくろつけてんな。そう、ほくろ書いてます。書いてんの？そうやで、これ書いてんねんで、ただ本当はここにほくろが欲しいのよ。わいもてんちゃんに認知されたいな。認知ね、そうね、私も、私頭悪いので皆さん知らなかったかもしれないですけど、いやいや、もう皆さんお分かりですね知らなかったかと思うんですけど、私ってこう勉強できる顔やから、もうちょっと違いますも言えへんけどかもしれないですけど、本当に頭が悪くて、あの覚えるのも苦手なので、今あのモバイルメールとかにあの登録してくださってる方の名前とか全部メモってます。それで、あの何、劇場に来てくださって私のいないんだよって言ってくださった方とか、うちわとか、うんうん、ボードとかに名前書いてくださってる方とかやったら、うん、あの方やって分かりやすいので、それで覚えてます。足は大きいですか？足は 24.5 です。大きいですね、100均の袋に入れてるあれな、あ、そうそう、時計ね。ちゃんと巾着持っとかんかい。すいません、ちょっとカバンに入ってるんです。持ってきてるからね。いや、入ってなかった。入ってます。あ、見てくださいよ。いいですよ、チェックしてくださっても。にわかか、もしかして。違います、普通に忘れただけです、ここにレイポンって喋り方が独特やんね。もうあれはもう可愛すぎるですよね、うん、ありがとう。あなた二兵でしょ。ポンポンしてほしいな。ダメ、あなたはポンポンできません。へいへい、へいへいします。へいへい、けん玉得意って言ってたね。そう、得意なんです。だから今日来ました。すごいラッパーみたい。珍しい。そう、私ずっと黒を使ってるんです。ラッパーみたい、うん、チェキ。あ、いいねいいね。ついにけん玉、そう、ついになんですけど、ヘイポンの頭ヘイヘイしてほしいな。おかしい、もう分からん、わけ分からん。ヘイヘイは二ヘイといえばミソラのマネみたい。マネ、あ、ミソラちゃんのモノマネやってんの？昨日のミソラちゃんのショールームやってる目の前でやってた。あ、そうなんや。一回も興奮しない。でもこれ多分ケンタには伝わらないよ。え、そうなの？あのクロスの、あ、向かい合った時のミソラちゃんの。あ、そうなんや。それはちょっと後で見せてもらおう。テンナちゃん、レイポンの生誕の時泣いてなしてしまうね。いや、ほんとね、ちょっとね、やばそう。ヘイポン、ヘイポンです。まだ帰りの電車内やから声が聞けない。あ、そっかそっか。こんばんは。けん玉むずくてできない。ほんと？私は小学6年生の時に初めてけん玉と出会いました。ペンナの隣の時にヘイちゃんは静かなのね。ミソラちゃんの時とは違う。え、ちょっとそれ何よあんた、何よそれ。あれはね、やっぱりテンションが、深夜テンション、深夜テンションらしいですよ。でも、テンナ怖いから。あ、こんなこと言っちゃって、もうさっきずっとひっついてきてたのに。ああ来てよ来てよ。あ、けどやるんか。やばい、またやばいよ、やばい、やばい。西さんが来ました。やばい、やばい、やばいよ。教育でも誰かけん玉得意にしたら、そうそうそう、ヨシミンがけん玉得意で、そう、いつか一緒にやりたいなと思ってるんですよ。てんなちゃんとヘイヘイはお肌が真逆の色してるよな。いや、そうですよ、そうです。皆さん黒って言いたいでしょ。誰がけん玉の色と一緒や。皆さん来てくださってありがとうございます。けん玉何の技見せてくれるの？何がいいですか？何がいいですかとか言って技名言われても全然わからへんんだけど。こんばんは。
けん玉はボールの方を持って回して刺すかな、刺す技、それはちょっと私できないですね、ちょっとそれ難しすぎる。バイ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 、帰ろうかな。ダメ、私のとこおいでよ。それはごめんなさい、あげません。最悪や。顔めっちゃタイプ、顔だけじゃなくて全部ハマってくださいね。おーおーうわやばいやばい、まして、なんで知ってるの。え、いや知ってますよ、ケーキって結構知ってるよね、お互いのファンの方、うん、そう結構知ってますよ。虫は仕方ない、そう虫ねちょっと苦手なんです。これ食べ、あ違う、叫んでたね合宿の時に。あ虫、そうや、そうや、食べてたくないって思ったの。ほんまに嫌やったよ、みんなちゃんもおかしかったよ。レイにもな、うん、レイにお皿ごと言ってたからな、びっくりしちゃった。作りがやりすぎる、いやもう嬉しすぎて、てんなあんな、あの何切り取ったりする作業とか、あんな可愛くどうやってあの作ったらいいのかが分からへん人やから、ほんまに嬉しいし助かるっていう面もありますね。今の NMB では唯一無二の存在ですね。早く昇格すると思いますが初心を忘れずに。いやいやそんなことはありません、ありがとうございます。こよりんとてもなちゃんのてもでもなみ何度も聞きたくなる、嬉しい。ちょっとこよりんにも言っときます。てんちゃんやっぱおもろい、ありがとうありがとう。嬉しい。一昨日くらいの公演の MC のカップル作るやつの2兵怖かったって。あーそんなん言ったら怒っちゃうよ。あー2兵はね、あの怖い役なんですね。演技ですよ。休憩にはね、私とかには結構なんか甘えてくるんですよ、ちゃっかり寒いとか言って知っていてくるんですよ。あれは寒かった。ごめんなさいアイドル、ちょっと嫌やな、なんか常に謝ってるみたいな。嫌やねんけど、めっちゃおもろかったで、ありがとう。払ったって嬉しいね、ちょっとまた考えよう。今のごめんなさいも可愛かったで、ありがとう、嬉しいわ、嬉しい。てんな、てんちゃんがごめんなさいのハードル上げたからな、ちょっとみんなにもねいろいろやってほしいですね。伝説の、あやばいやばいやばい、もう流れちゃったよ、ごめんね。あみたんが猫耳つけて配信してるって可愛すぎる。鬼かわやん、やってないかな、やってんじゃん。ああ、そっか、もうあみ配信できるんか、中学生時間、うんうんうん、やば、ああみやってない。池田くん池田くん教えましくやってる。時計の絶縁シート引き抜いて2日経つけどまだ正確に時を刻んでる。えどういうこと、時間合ってるってこと、合ってないってこと、どっちでしょう。昨日初めて公演入りました。てなちゃん可愛かったし良かったよ、また見に行きます。え来てくださいね。え待って、わかった、モバイルメール取ってくれてるでしょう。昨日返信くれました、私メモった気がする。あ待って待って待って、え待って、今お誕生日の方いた、待って、あさってお誕生日みたいな書いてきた気がする。おめでとうございます。違うかな、これで違うかった、めっちゃ面白いんだけど、やばいやばい。全力ところでけん玉いつすんねん、ごめんごめんごめん、しますします、そんなみたいにやったらしますよ。自分も持ってきてね。あんまりみんな見たくないかもしれない。やばい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 、そんなそんなアングル広げたら、なんでいいじゃん、いいじゃないの。わし顔つないけど、なんかあとこうやってとこ、いや恥ずかしいわそんな。なんでよ。ね。ちょっとちょっとこれやばいな。すごい、え結構うまいやろ。うん。
結構うまいんですよ実は。それできんの？おお、まあこんなもんです。それできる人結構尊敬するこんなもんですよ私のけん玉は。はい、座れ座れ。どうです、いけてるでしょうそんなふり。まなみちゃんそうやで。あ、違うの、とうしくんやで。違う、まなみちゃんです。こんにちは、レイポンです。天なおしゃだわ。え、ありがとう。わかちゃんとかの話し声なら真似できそう。やってみて。あ、やめてっか今。練習欲しい。練習欲しい、練習欲しい。だってわかちゃん、西山さんがさっき来ました。いいね、今配信やってるかと思います。でも帰るよ。またビジネスパートナーか。ちゃうよ、ビジネスパートナーじゃない。今ビジネスパートナーって言われるのめっちゃ増えてる。そうなん？ベイちゃんもエキナも。最悪。西さんはね足をぶつけられましたさっきドアで。ヨシミンとやってほしい。ちょっとヨシミンにもちょっといつかあの剣道を持ってきてもらおう。一緒にやろうってちょっと言っときますね。ツッコミうまい、ありがとうございますありがとうございます。てんなちゃん、よしみんとけん玉配信してね。そうね、言っとこう、ちょっと言っときますね。あやみもけん玉特に。マジ？あやみも、じゃああやみにも言わな、ほんならあやみにも言います。じゃあ3人でやろうかな。焼けてんな、こら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 。じゃあこれね、焼けてるんじゃなくてジグロなんです。私ジグロなんです、ね、ヒサロしてるの。ヒサロ行ってないからね、ジグロだから。まだ高校生でしたっけ。そう、高校3年生になります。バイ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 なの。もしもし神よ、もしもし神よ。声ありでやったらもしもし神よはちょっと失敗するっていう。黙ってやったら結構うまくいくんですけどね。2人で名付けてオセロコンビ組もう。オセロコンビでどう？まだもういいらしいですわ。なんか貞子みたいになって聞きましたあ、やばい、映る？映ってない、影だけ映った、影だけ世界一周ってやつやったっけ。あ、世界一周はなんかこう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 みたいなやつですね。あれ難しすぎるんですね。一回挑戦したい。まなみちゃん顔出してよ。やだ、それな、やだ、それな、もっと言ったってください。勘弁してください。早く映ってください。そんな声だけなんて。私まなみうちはこの間振りましたって。はるぼうさん、はるぼうさん、あ、あれ真似しよう。この間じゃなくてずっと振ってください。あ、私の真似してきれますわ。好きすぎですね私のこと。なんかネットワークみたいなんできてるらしいね。しっかり推し面にバレてるらしいし。ネットワーク？ん？ん？キュウキみんないいから推し決められへん。キュウキおすすめがいて、ね、おすすめがいて、なんか確か、いや池田てんなちゃんっていう子が結構推しそのおすすめかなって感じなんですけど、まあ、どうですか、ちょっと検討してみてください。あんたは返さないよ。時計ゲットしたから次、あ、今度劇場に見せに行くわ。見せに来て、見つけるからね。マナミに手だけ出てきた。これです、マナモの服です。長すぎて。ヨシミンが推しですがマナミンが気になってます。やって、やった。じゃあ気になるじゃなくて推しにしてください何でもそれてんなちゃんの手もでも最高やで。ありがとう、嬉しい。あのクロスでさ、うん、体重履けるか、うん、履けるときにさ、うん、なんかあ綺麗やなって思うもん。マジ壁が似合ってるよ。ありがとう。まなみも結構かっこいいよ、クロス。いいよ、お数字は。いや結構いいと思うよ。あのこの座るところとかね、最初あれさ
言っていいかな。リハーサルでやって、うん、どうしてなんか反省ってないですかって言われたって言ったら、うん、ちょっとオラつきすぎって言われたね。オラつきすぎなんや。最初のだから昨日の夜声を意識してて、なんかちょっとこうやってって、うん、うん、そうやな。昨日こうやってちょっと控えめにしたんや。ちょっと控えにした。そうなん。ちょっと見たかったな。オラつきすぎてたの。横にいる子の話し会取りました。 え私はありがとうございます。私はどうですか。たくさんお話ししましょうね。皆さん私ともお話ししましょうよ。いろんな話しましょう。こんばんは。誰と一緒。みへいまなみです。こんばんは。メモった、メモったよ。あみたん年齢的にまだ8時までしかで配信できない。あ、そうか、年齢か。まあまあいいよ。なんかこあの小学生なんかレア感あるよな。かわいい。逆にめちゃめちゃ優しい。てんちゃん、まあね、優しいからね。え、みんなありがとうございます。褒めていただいて、けん玉。まあまあね、さすが俺の弟子や。誰が弟子や。本当にうまくてくさ。いやまあね、友達ですから、けん玉坊やと。こんな感じですよ。タイトスカートなの。タイトスカートですよ今日は。世界一周はね、ちょっとまだ練習してないけど、練習中なんです。お上手、ありがとうございます。今度はもしかめよって。もしかめね、口で言いながらね、もしもしかみようですよね。生きてんな、ありがとう。皆さん失敗しろや。なんてこと、なんてこと。失敗しないですよ。マナミができるのやって。あいあいあい、やばいやん。やってみて。ちょっとあの立ったら顔映らへんと思うから。なるほど、うん、はい、いやちょっともう嫌や。はい、おいで。もうめっちゃさ、レッスン気味、なんか変な感じ。いいや。まあ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 。いきまーす。あ、やばいやばい、危ない危ない。マスクしてるからさ。危ない危ない。いきまーす。もう気付く、ね。これどっちの方がさ、うん、簡単。え、こっちよこっち。うん。あやばい。危ない危ない。ちょっとテーブルが。そうやな。あ、うまいじゃん。まあそういうな、細かい技はシーンに。そうやってやねんけ。そう、回したら入りやすい。ありがとうございます、はい、ということで。ありがとうございました。まなみんでした。いやうまかったね。うまいね、やっぱり私は、ね、まあね、できちゃうんですね、けん玉。いけてんな、ありがとう。帰ろかな。え、ダメ。ダメだよ。まさかの携帯忘れたってちゃん、そう、携帯今日忘れて、あのママに急いで持ってきてもらいました。あの公衆電話から、あの書き方がまずわからんくて、公衆電話の、え、どうやって書けたらいいんやろって思って、なんかどっかに説明書いてへんかなって思ってちょっと探してたら、うん、ここら辺にちっちゃく書いてあって、番号振ってあって1234みたいな。それで、あ、こういうことみたいな。で最初10円だけ入れてん、うん、話すやん、うん、足りんくて、うん、切れてん途中で、うん、マジと思って、どうしようどうしようどうしようみたいな。100円玉しかなくて、もう100円入れればと思って100円入れてどうした。もう携帯がないことにまずトラブって、やばー。そう、急ぎました。公衆電話使えへん人だって使わんくない。使って思わない。中学生の時公衆電話ヘビーユーザーやったよ。マジで、うん、公衆電話ね、まさかの人生でまだ2回、今日で2回目ぐらい触るのがまず、なんかさ、学校に携帯持ってきへんかったから、うん、マジで使ってた。あの聞いてもらったら、うん、教えてあげるよ全然。最初のうちはな、分からへんから。じゃあ大丈夫お願いします、うん、最初のうちやから、ちょっとお願いします。初めて、あ、初めて、あ、持ってた、やばい、飛んじゃった、やばい。あのマカロンの買ってるの、飲み物の店行って激活したいわ。あれはね、あれ結構いろんなところにあるんかな、けどめちゃくちゃ美味しかったですよ。この前の握手会楽しかったよ。私も楽しかったです。
MC でテナのツッコミ期待してます。期待され期待しててください。じゃあちょっと頑張りますわ。ヘイヘイに歌ってもらったらもしかもしかめかな。もしもしかめよ神さん用のやつ、はいはい、歌える？そこだけ余裕やな、ほんとそこまでやったらもう歌いすぎてるやろ、うん、ハモリとかも全然あハモリで、うん、ヒサロ系アイドルだったからヒサロじゃないってばジグロもうえでもテンナさ、うん、かっこいいやんマジ、うん、今日褒めてくれるね配信の前からねやば。天のよしみんれいにゃんで声低いユニット組もちょっと声ね低いからね。でもあの声低くいこうと思ったらいけるよ。マジちょっとやってみて。こんにちは、いえまなみです。あ違う違う、はがれいです。もうまなみん顔出したら押せるやって。あもうあでも今が最善の状態じゃないのであらしい。だからまなみんが配信やってる時に皆さん見に行ってあげてください。これです。顔これらしいですわ、はい、あれかかな。マイネームで顔描いてある。今日メイクしてメイクしてやばい。えなかったっけ。あ、なんかちょうどよさげなんであります。あ、いいんじゃん、いいんじゃん。炭治郎の服 みたいな服だね。また言われた。炭治郎みたいですか。炭治郎めっちゃ好きけど、かまど炭治郎けど私は猪之助派です。二人の関係性楽しい、面白いなやって。明日ご縁なくて。ほんまや。黙ってきます。かわいいかわいい、ありがとうございます。たくさん。マナミンはビジネスパートナーの中では誰が一番ですか。やって。理想の回答はテナ的にどう？え？テナ的に一番欲しい回答はどれ？いない。あ、ビジネスパートじゃなじゃないです。やっぱり一番はテンナかな。うえ、待って、ビジネスパートナー一番とか嫌やねんけど。普通に私たちって親友ですよね。かわいいかも。池田テンナちゃん推しのおすすめ。そう、推しおすすめよ。あ、韓国の方なんて言うん。こんにちは、アニハセヨ。ほら地味に韓国語読めんねん。すごいな。すごいっしょ。この人が誰推しっていうのが広がったり、キューキの間で噂ネットワークって例えたんやけど。あ、そういうことか。そうそうそう、キューキでは結構そんな話します。今日はねこの方が来てくれるんよみたいな公演前に言ったりするから、お互いに。え、そうなん、どんな人とか言ってみんなであの話し合ってます。てな声が特徴あっていいね。ありがとう。オラつきすぎ受けやって。そうオラつくべきかなと思ってた。オラつきすぎてた。あ、そうなんや。そう、でも西馬はそこが好きって言ってくれた。うん、てなもそこ好きやけどね。ありがとう。うん、てな推しは変わらんけどレイポンも美味しそう。え、ありがとうございます。変わらんでいいけど、てな推しは変わらへんやったら全然いいよ。てな推しでいてね。ヘイヘイのカモナギのソロダンスがいい。え、それな、いいよねあれ。ありがとうございます。やばい、あなたのお話からもちろん撮りましたよ。え、好き。ヘイヘイのお話会はあの一川柳を絶対作ってもらえるので。そんなん言ってないねんけど。言ってくる人いるかもしれないやんか。やばいよ。まあけど作れんねんけどね、てんな、ほんまに。パラ今日結構いい川柳作れた。ま、忘れたっけ。てんなちゃんのオンラインも勝った。え、ありがとうございます。じゃあまなみんのことについて話しましょう。投資さんやから。ヘイヘイはスピンやって。違うよ、メイクしてるよ。違うよ。つまりアミタンを押せと。いや、アミもねいいよ、うん、いいけど私です。かっけーすねーさん。ルームフォローしました、ありがとうございます。ウィンクして。ウィンクです。あー、かわいい、このお手紙のやつ。
せなちゃん、二平さん、また配信見に来るよ。ダメ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 。帰る、帰らして。待って、待って、何分くらいやってるんやろ。何時から始めた？ここから、あ、けどもう、もう1時間くらいやってる、もしかして。それは嘘。それはやってないか。40分ぐらいかな。じゃあほんまかな。けど私もそろそろ終わらないと。いや、これ何挟まれたんですけど。けど結構やってるっぽいわ。ちょっとじゃああれ、ギフトだけ。パリーさん、ハートいっぱいありがとうございます。トシさん、かわいい、ありがとうございます。ランちゃん、星ありがとう。アピスさん、ハートありがとう。ヒサシーさん、ハートありがとう。ポップ柔らかいね。そうやね。なんてさん、星ありがとう。ヒサシーさん、このお手紙ありがとう。マコトさん、星ありがとう。じゃあ星はこれですね。マコトさん、星ありがとう。ホーシーくんさん、お手紙ありがとうございます。ちょっと私もちょっとね、そろそろ終わりたいと思うんですけど、ショールームとか公園の絡み見てるセナちゃん以外の子のお話からも気になっちゃうわよね。それはね、仕方がないですね。ぜひ二平と、あ、二平まなみを。でも私は二平まなみ配信せなあかんとかあるの？うん、それはないです。全然それはないです。普通に好きでやってます、みんな。てんちゃんのユニットわがままとか見てみたいね。やりたいね。いやいやいや、一番あれが似合うと思うよ。誰？制服レジスタンス。ああ、けど他の子にも言われるわ、それ。似合いそう。でもクロスはいる？やりたいよ。あのパッパッパーの時、正面クロス。そうそうそう、あれかっこいいもんね。か超かっこいいよ。キューキ、みんな行こうや。それな、ほんまにそれはテンナが保証できる。ほんまにいい子です。テンナのもぐ飯か。ありがとう。今来たとこ、え、ほんと？だいぶ前から言いたくない？いてくれてたよね。皆さん、私またするので来てくださいね。モバイルメールとかでは、あの急にやるときとか、今日みたいに何時頃からするみたいな感じは結構言ったりしてるので、もしよかったら覗いてみてください。二平さんのルーム行ったことないけど、今度行ってみようかな。行ってみてくださいね。この子も結構面白いのでプレッシャーが何でもやってくれますから。天奈よりかは、天奈みたいに私のショールームは毎日最後に一川流とかやってないので。ああ、いい、そんなんやらへんわ。やらへんよ。天奈もやってへんわ、そんな。皆さんありがとうございます。今日も配信ありがとう。大好きよ。私も大好きですよ。ありがとうございます。もぶめ登録しました。え、ありがとうございます。じゃあ返信待ってますね。手の甲に顔を描いた子、オスはやって笑ってる笑ってる。ありがとうございます。めっちゃ笑顔。皆さんありがとうございます。てんちゃんとまなみんのわがままみたいです。ちょっといいね。似合っちゃうかもね。似合っちゃうかも。一番似合うかもね。ありかも。どっちがいい？ピンク水色。あ、ピンクじゃない。いや、あえてピンク。手もでも水色だから。あ、ね、じゃあいいよ、水色で。はい、オッケーオッケー。じゃあピンクで。いいね。れるけどね。お団子チラチラ見る、見える。正面から見たサイ感、サイ感あるよ、可愛いよ。じゃあだからサイ持ってんのさ、動物サイなんかな。あ、いいやん。ホワイトタイガーやねんけど。え、いいじゃん、サイで。ホワイトタイガーとかライオン。あ、いいね。え、似合うわ。トラ系がいいんやけど。サイなんか。だってさ、あの絵文字とかだったら一人だけさ、うん、全身のしかないんじゃない。確かに顔ないからな。横からみんなわからんからさいって。しかもグレーやし。いや、嫌やな。嫌じゃないね。え、キャラやから。サイキャラ。サイキャラ、うん、サイキャラとか
締めのせ、もう締めの川柳楽しみとか来てるやん、もう毎日やってますから、もうやばいって待ってよ、じゃあ分かった分かった言いますよ、じゃあこれで終わろうかな、じゃあ川柳やったら終わります、皆さん来てくださってありがとうございます、また来てください、お、また来てください、え、待って、やった今言ったん、待ってちょっとこっちで聞くわあ、さあ出ました、皆さんの待ってください、あ、そういうこと川柳したんかと思ったやん、川柳はじゃあ恒例の、じゃあ悩んでる間に一つ言っとくと、うん、ペンナの川柳は本当に一流でもうえってもう言わんで今何も何も言わんで今めっちゃ数えてる、オッケー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 、できました、できました、いきまーす、配信でけん玉拾う、何やったかな、うまいでしょ、あ、しょ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 、うまいでしょ、はいはい、ありがとうございます、今週もいい川柳でした、はい、ありがとうございました、今週の川柳はここまで皆さんありがとうございます、じゃあ壇上読みしていきます、はい、13位、直行健さん、犬さんありがとうございます、どっちでもいいって言ってたね、12位、しんちさんありがとうございます、11位、あやのちゃんありがとうございます、10位、アビス、あ、アビスさんありがとうございます、9位、しまこさんありがとうございます、8位、おかちゃんありがとうございます、7位、くにやんさんありがとうございます、6位、とうしさんありがとうございます、5位、やみさんありがとうございます、4位、ななおぶきゅさんありがとうございます、3位、3位、はっとのおっさんありがとうございます、2位、ひさっしーさんありがとうございます、1位、バリーさんありがとうございます、皆さんありがとうございます、来てくださってすごく楽しかったです、またぜひするので来てください、けん玉もちょっと他の技もできるように練習します、ということで皆さんありがとうございました、またぜひ来てくださいね、それではさよなら、バイバイ、すごいすごいやばいすごいやばいすごいやばい、何もこれ芸じゃないねんけどじゃあ皆さんありがとうございました、バイバーイ。